皆さんこんにちは、スローの奥田と田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またまた新作が入ってまいりました、はい、お、新作ラッシュ、はい、あの見ていただくと分かるように、はい、ショルダー2型ですね、はい、今日ご紹介したいと思います、うん、栃木レザーですね。栃木レザー、来た、はい、まあ、これはもう久々ですね。棒のレザー、棒のレザー、はい、棒のレザー出た。ボンドレザーシリーズから、はい、この SS についてはお二方新作で、新作でご紹介、待ってましたよって感じですよね、これ。そうですね、僕もやっぱりこのスローラバーズとしては、スローラバーズとしてはね、はい、まあ、実際に使ってましたから、はい、そうですよね。久々に、うん、あのショルダー来たなって感じで、うん、棒のレザーに関してはオイルヌメなので、はい、かなりクラシックなヘリテージな、ちょっとそういう ね、形が多かったんですよ。僕もそうですけど、奥田もね、はい、この皮から入ってるわけじゃないですか。そうですね、その後ほどご紹介してもらいますけど、そうです、はい、散々使い込んだボーナの、はい、そのブラックの今日エイジングとかお持ちいただいてるんで、はい、ちょっと見ていただきながら、この棒のシリーズどう育てるかみたいなところをね、ちょっとニヤニヤしながら皆さん久々に使いできることがもうワクワクして、昨日もちょっと夜眠れなくて高ぶっております、大変熱がね。そうですね、フルベジタブルタンニンレザーっていうのは、まあ、いわゆるピット層と言われる、まあ、フロー系のような、はいはい、いくつかこう仕分けされている、めちゃくちゃあるんですよね。そうなんです。まあ、段階を経て、なめし皮を腐らなくするための、まあ、工程をですね、ね、まあ、皮から皮へこう変えていく、ね、比較の皮から各皮を変えていく感じですね。あれね、結構面白い話で、なめしを得て、あの皮、冠がついてるあっちの感じになるってこと、ね、そうなんですね。なので、そうそう、稀な作りなんですよね、はい、クロムとか言ってやっぱ薬品ですよね、いわゆるその、はい、燃やした時に有機物が出てしまうような、うん、はい、僕らはやっぱサステナビリティとか、やっぱそういうキーワードでいい皮を長く使っていただいて、はい、最終的には土に変えるよみたいな皮を結構目指していろいろ提案させていただいているものが結構多くて、まさしくそういう自然に配した、かなりエコなレザーではあるので、はい、まあ、副産物大事に、ね、いただいた、はい、本当廃棄するようなものを大事に、まあ、皮の原皮からしっかり丁寧に作り込みして3ヶ月4ヶ月かけて、もうへたらない丈夫な皮、そうです、ね、長く使えるものっていうところに消化していってるってところが栃木レザーさんと共感している部分ではあるので、はい、ずっとね大事に使ってますよ ね、 ね、なかなかくたびれないですグローブみたいな感じですよね、本当に、ね、あの使ってはメンテナンスをして、そうそうそう、で、まあ、自分のものとして、僕持ってる人は、まあ、もう10年ぐらい経年変化、はい、10年、僕は何年ぐらいですか、2008年からなんで、もう十分ですねぐらいですよね、はい、長く使ってる、うん、その人となりが分かるというか、あ、はい、ね、まあ、使っていくね、楽しみっていうのはそれぞれ本当に、はい、本当100通りある感じなのかな、はい、本当にちょっと使ってもらって体感してもらうのが一番いいかもしれないですね、はい、そうですね、うん、まず、左側のこちら、はい、バーチカル、はい、フラップショルダー、縦型ってことですかね、はい、はい、縦型のフラップショルダー、フラップショルダー、はい、はい、わかりました。で、こちら右側の、はい、ショルダーバッグが、はい、ミニショルダー、ミニショルダー、はい、はい、になります、ね、これそれぞれで色は2色ですか、ね、色は2色です、ブラックとあれキャメル、キャメルじゃないんですよ、キャメルではない、オーク、オーク、オーク、はい、あれオークって今までボーノなかったっすよね、実はあったんです。あったんですか、はい、トラディショナル、トラディショナルの、はいはい、ビジネスバッグ、はい、そういったものとかに使われていた、あ、大人な雰囲気、そうですね、あとよりちょっとクラシックな雰囲気も、はい、まあ兼ね備えている感じで、使い始めの馴染み具合もいいのかっていうのは想像できますけど、これはまた楽しみな色合いですね、うん、そうですね、2色なんですね、これは、ね、分かりました。この紐の感じも結構華奢で、はい、調節可能な、ショルダータイプで、このショルダーは、まあ、以前からちょっとお使いはあるんですけど、うん、ここが玉結びになって、うん、これをスライドさせてあげると、うん、まあ、長さの調整ができる、できると、はい、田中さん、はい、これは初めてじゃないですか、あれ、あれ、大谷さん、これフロントちょっと何あれ、あ、これなんですか、はい、これですね、ツイスバーガーいい声、良かったですか、いい声、あ、ありがとうございます、ツイストバックル、ツイストバックル、和訳するとひねり、ひねりですね、はい、はい、ひねりの、まあ、金具になります、ね、うん、
クラシックでもあり、はい、逆にこう目新しい感じもするし、うん、昔のそういう某メゾンとかが、はい、ね、ニューヨークとかでこう、うん、あ、そうですね、ヌメ革とかで昔使ってた、はい、ああいうカバン、はい、古着屋とかにちょっとゴロッゴロッとこう置いてあるような、うん、そうそうそう、ちょっとね、あれっすよ、オイルが抜け切った感じの、そうそうそう、ヴィンテージのあの感じブランドの彷彿とさせる、彷彿とさせるオールドニャンニャンみたいなね、そうそうそう、カバンオールドニャンニャン使われているような、そう、はい、なんか懐かしい感じもしつつ、でもこの革のね、いわゆるブラック、オークっていうこのカラーリングも相まって、はい、今持ちたいなって思わせるような、そうなんですね、なんかカバンに仕上がりましたよね、はい、そのツイストしてみてくださいよ、どんな感じですか、はい、これ時計回りにこうひねると3時方向で3時方向ツイストして開きます。フラップの裏も表側になってましたなってるね、なってますね、なってますね、はい、もう銀面をふんだんに、ね、めちゃくちゃ贅沢じゃないですか、めちゃめちゃ贅沢ですね、こういうとこ好きっすね、はい、もう贅を尽くすというかね、抜かりないです、そう、抜かりない感じ、はい、中もエイジングするみたいな、そういうところはね、なかなか他社さんではなかなか体感できないとこかなと思うので、まあそういったところは贅沢だなって、ね、うん、思います。これも先ほどの、バーチカルフラップショルダーと同じく、うん、ツイストバックが上部についてます、ね、ついてね、はい、で、まあ、ひねって開けます、はい、なんかこんな感じですね、はいはいはい、はい、見えますか、ちょっとやりますね、はい、革のアプローチが違うだけで、このスタイリングとかはもう全然やっぱ変わってくるのかな、変わりますね、うん、やっぱファッションで提案してるスローなので、はい、あ、そうですね、これに関しては、うん、どちらかというとカジュアルでご提案ももちろんいいですし、はい、岡田さんみたいにこうシャツにね、白パンにグルカみたいな、そういうスタイリングでも、はい、爽やかなお洋服に差し色として、うんうん、こういったちょっと明るめの、うん、オークとかちょっと落ち着いたブラックとか、確かにね、大人っぽい感じのジャケットスタイルとかにもいいですしね、合わせて持ってもこれちょっとヴィンテージバッグですかっていう、ほんとそんな感じですよね、ちょっと個体差比べながら、ね、選ぶっていうのも、在庫があれば、まあ、ご自身が一番気に入っていただいたものをちょっと見比べて、うん、そうですね、はい、ちょっとどうしてもね、数はそんなないので、ある中でっていうご提案にはなると思うんです、企画製品の面白さというか、はい、個体差ありきのやっぱりものではあるので、うん、まっさらで綺麗なものを探してるんですよっていう方には逆に、まあもしかしたら向いてないのかもしれないんですけど、うん、ね、まあ、副産物でね、余すことなく大事に使ってるんで、実際この金額に成り立っているとか、この棒のレザーはすごくオンリーワンで、あ、そうです、ね、かっこいいなって、まあ、エイジングはどうだい、エイジング、はい、いいですか、じゃんじゃんじゃん、グッドエイジング、グッドエイジング、これ何年ものこれ、14年ものの14年もの、白物です、福田さん本当好きなんですね、もう僕、ごめんなさい、ちょっと恥ずかしいです、僕10年ものとかでちょっと胸張ってましたけど、共に、まあそうですね、生きてきた相棒というもうタラン風格ありますけど、福田さんの手が反射して映ってますもん、それぐらいツヤがすごい、磨けばねやっぱ光るって、こういうことなんですね、はい、オイルもだんだん使っていると抜け切ってくるので、うん、でまあ自分でメンテナンスしてで、まあ、磨いていってっていう感じで、そういうことなんですね、うん、めちゃくちゃ素敵です、ありがとうございます、だんだん自分のね、その体に馴染んできて、はい、本当にこう自分のものを消化していくって僕ら毎回言ってますけど、はい、本当にそういうなんか体現してるような、うん、まあ一つこういうね事例ですけどね、うん、まあ、そこまで色濃く使えという話ではないんですけど、まあはい、使うことに対してこう応えてくれるやっぱり重厚な堅牢な革ではあるので、はい、皆さん革製品って結構、うん、
難しいかなとか、お手入れ大変かなって思われる方ももちろん多いと思うんですけど、ほっときゃ育つよみたいな、うん、安心で安全でサステナブルな革って今なかなか類を見ないのかなと思うので、そうですね、ぜひ逆にビギナーの方こそこういう革から始めてみてはいかがですかって、うん、語れるね要素すごいたっぷりの革ではあるので、そう、もう言いたくて仕方がない、やっぱりファッションアイテムなんでね、さらっと逆に見た目が気に入ったからこれ使ってみようかなって、うん、そんな気持ちで全然、まあ、そういうきっかけでも全然いい、そうそう全然いいですし、はい、ただ持っててね語れるカバンってなんか大事にしちゃうんですよ意外と、うん、ノースローの製品とかはそういう ね、バックボーンがすごいかっこいいものが多いので、はい、見た目以上にこう中身で気に入って愛用していただいてるね、奥田も僕もそうですけど、はい、ぜひ店頭でねそういう話とかをスタッフに聞いてみて、うん、こうきっかけになってくれればいいかな、この動画、はい、いいねって思っていた方は、はい、いいねボタンと、はい、チャンネル登録が良ければ、はい、ぜひしていただきたいなと思います、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、では今日はありがとうございました、ありがとうございました。